はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。はい、今日はこちらですね。うん。スター・ウォーズのメタクレ、ローグワンです。はい、ということで、私はストームトルーパーで、エイシン君がデストルーパーでやっておりますけれども、はい。暑いので撮りましょう。撮りましょう。やっぱり大丈夫です。本当に、うん、大丈夫ですか？うん。今回買ったのは、ダース・ベイダーのローグワンバージョン、デストルーパースペシャリスト、デストルーパースカリフ・ストームトルーパー、K2S ソロの5体ですね。はい。じゃあ開けていきましょう。じゃあ、エイシン君がダース・ベイダーローグワンバージョンとデストルーパースペシャリストを開けてください。はい。私がデストルーパーとスカリフ・ストームトルーパー、あと K2S を開けていきます。はい。あ、エイちゃん、あとマスク飛び起きてますから。分かったです。今取っとく。うん、きついよね。うん、きつい。おお、かっこいい。おお、かっこめっちゃかっこいいんだけど。すげえ。じゃあ、えちゃんはダースベイダーから早速、うん、ベイダーは今回はね、あのライトセーバーついてないっしょ。あ、そう、あ、そうだね、持たせられないね。腰に下げてね、うん、スカリフストームトルーパー、これは新登場のトルーパーだね。はい、デストルーパースペシャリストを開けます。はい、どんな感じなんだろう。ちょっと武装されてんでしょ、そのスペシャリストはね。ああ、うん、うわ、すげえかっこいい。武装されてる。本当だ。ケツエスはなんと足のパーツがついてる。はい、まずこちらがダースベイダーですね。はい、手を腰にこう当ててますね。うん、うん、でライトセーバーはここにぶら下げております。はい、なんかね、もうダースベイダーっぽい。そうだね、すごくいい感じですね。うん、で存在感ある。マントが外れるようになってるんだね。うん、手もちゃんと稼働するんだよね。あ、あ、手稼働すんの。うん、あ、そうなんだ。泣いてるみたいになっちゃったけど。もしくは泣いてる風にも見えるし、ミャー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 みたいに。本当だね、面白い。手が稼働すると思わなかった。うん、ちょっとびっくり。顔もちゃんとちょっとだけ動きますね。うん、ちょっと残念なのがダースベイダーのこの目の部分、なんかちょっと塗装されてるね。うん、赤っぽくなってるよね。うん、なんでなんだろう、わかんない。ローグワンだとこの色なのかなって思ったり。そういうシーンがあるのかもしれないね。うん、なるほどね。結構いいディテールですね。うん、マントはちゃんと直して出てきたよね。はい、はい、続いてこちらデストルーパーですね。はい、ノーマルバージョン。うん、デストルーパーもう一体いまして、うん、スペシャリストじゃない、こっちの方。こちらはスペシャリストです。スペシャリストの方は武装がかなりすごいね。うん、うん、で、可動は右手、左手、あと腰も動くね。うん、足は動かないです。うん、で、顔がちょっと動いて、ね、顔動いて、ね、で、このぶら下げてブラスターが取れないけど動くっていう、うん、付属してるブラスターをちゃんと持たせてちょっとだけポーズを取ることもできますね。はい、こんな感じでね。はい、はい、アップで見るとこんな風になってますね。かっこいいね。うん、はい、続いてこちらがスカリフストームトルーパーですね。はい、初登場だね。うん、ローグワンで初登場する。このなんだろう、箱にですね、説明が書いてあるんですけれども、惑星スカリフにある帝国軍の最高機密部隊の本部に駐在し、海岸線や惑星施設などを警備するトルーパーなんだって。うん、さらにこれは惑星スカリフにいるトルーパーだからスカリフトルーパーって言うんだね。うん、なるほどね。ちょっとデストルーパーに顔は似てるんだよね。あ、ちょっと面長でね。そうだね。うん、はい、アップにするとこんな感じですね。はい、可動は他のメタコレと一緒です。はい、最後にこちらが K2SO ですね。はい、はい、やっぱり手足がすごく長いです。手と足も動きますね、これはね。はい、ちょっとだけだけどね。うん、あと首も動きます。ただすごくね、関節部分が細いので、これ気をつけて扱わないと折れちゃうかもしれない。うん、うん、この立たせるパーツがついてない。あ、そうだね。まあ、こんな感じに立たせることができるわけですね。はい、アップにしてみるとこんな感じになってます。はい、これもいいね。ちゃんと帝国軍のマークもついてますね。うん、いい感じ。比較対象ではないですけれども、レゴのビルダブルフィギュアーズと比べてみましょうか。はい。もうね、普通の人と巨大ロボぐらいの差がありますけれども、うん、どうだろう。まあ、このレゴもよくできてたね。こうやってみるとね、これかなりリアルだと思うからさ。うん、いい感じですね。うん、うわ、すんごい差があんな。続いてレゴのビルダブルフィギュアーズのデストルーパー、これスペシャリストだったね。うん、うん、なんでこれと比べてみたいんですけども、はい、どうでしょう。この肩パーツとかもあるしね。うん、よくできてるね。なるほど。はい、ということで今回はスターウォーズのメタコレローグワン
でした。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はいはい、ということで今日もやっていきましょう。質問の回答コーナー、早い、コメント回答だ、あ、毎回忘れちゃう、コメント回答コーナーですね。はい、では一つ前の動画ですね、ベイブレードバーストの、グランドチャンピオンシップ、はい、決勝戦、あ、準決勝決勝戦の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。はい、フライマックさん、関係ないのですが仮面ライダー電王って面白いですか？結構前の動画で面白いと言っていたので面白いなら見たいと思うのですが、だってうん、面白いよね、面白いよね、うん、すっごい面白い、多分ね、うん、ハマると思いますんで、はい、ぜひ見てみてください。はい、ひろゆきさん、トーマスは最近見てるんですか？見てないです。はい、見てないですね、まるっきり見てないですね。はい、 KIRI さんでいいのかな、キリさんって読むのかな、ホーリーホルスード、左回転すると強いですよって。え、どうやって左回転するんだよ。多分ベイランチャーで紐を引っ張ったままベイをセットして、で、離すと左回転いくんじゃない。あ、こうやって刺すときに左回転できるけど、それぐらいしか今やり方ないよね。うん、左手で持つ、左手で持ってこうやってシュートを逆にする。でもそうしたら右回転、右回転になっちゃうか。うん、ロストロンギヌス、うん、ロックも逆だよ、ロストロンギヌス。あ、そうなんだ。だからどうすんだろう、どうすんだろうね。うん、左回転のやり方分かったらですね、ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、はい、ということでですね、今回はメタコレやったんですけれども、今週1週間やはりですね、ローグワンが間もなく始まりますので、はい、1週間なるべくスターウォーズネタをやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。